ありがとうございます。これ出せる。いいです。おいしそうさんでーす。仕方ない。下準備が必要だったから。というわけでですね、今回も見えちゃってるから、ザクッと言うんですけど、今回はですね、こちらにマックのナゲットが100個あります。50、50で分かれてるんですけど、今回は、ナゲット50個早食い対決。舐めてるね。いや、そりゃね、君は自信満々なの分かる。ナゲット50回取れたことありますか？ナゲット50回空気がないから。ないでしょ？ない。俺一度あるんですけど。どうだった？36個食べる。あと20。残りは弟。え？だけど、それで策を思いついたのね。もう、あと記録伸びるべきですよ。で、まあ、俺経験者だし、ポグマ早食い得意だし、まあ、どっちも有利な状況にいるんだけど、ポグマの方がさ、根本的には有利じゃん。だから、僕がポグマに勝ったら、革命ですよ。俺は革命を起こしたいから、この動画を回した。俺は勝てる自信しかない。言ったな？うん。いつもは、ポグがね、勝つオチですわ、と思ってるけど、今日違うから。おー、珍しくガチやん。ガチだよ。だってこれで俺勝たなきゃ。負けたら坊主ですよ。だったらカルピスここで飲むの。ってことでね、まあやっていくんですけど、飲み物、お茶、お茶だよね。お茶だよ。カルピスや。お前。お前なんだこれ。シェイクだよ。俺にはないのか。だって買い出しじゃんけん俺が負けていったんでしょ。ご褒美や。もう行きます。もういや行っちゃおう。ナゲット50個早食い対決スタート。まあ早食いっつっても喉つまらさないように今食べる。うまうまい。何もつけないのお前。アルコールソースのさ、後半熱いやん。うん、美味しかった。ごちそうさまでした。何言ってもまだ3個しか食ってないじゃん。うん、たわんじゃねえよ。たわってきたらお前だろ。10個到達したことに。俺もう10個到達しちゃった。あと早すぎるよ。僕おー、スピーディースピーディースピーディー。やめるんかい。はい、20個いけました。5分しか経ってないんだけど。10個食べ終わりました。ごちそうさまでした。ふざけんな、ダメだよ。え、逃げちゃダメだよ。負け負けもう俺負け。ダメダメ。いいのか。いや、でもそれは面白くない。見てて、後半の追い上げすごいですよ。目に見えてるから。お前が後半、うー、きついきつい、トイレトイレって言ってる間にピローンって。1個目完食です。え、13分。バケモンすぎだろ。はい、というわけで20分食べ終わりました。しゃあ、ありがとうございました。ダメや。これポーカー使えば終わるんでしょ。うん、ダメです。まあでも最初みたいな。今回はガチで勝てるから。口だけじゃねえかお前。口だけはダサいわ。ダサいだろ。ほら見てみて。今回は勝てるの。鼻もいってるよ。諦めんなって。諦めたらそこで試合終了。おしまーい。おしまいじゃないです。え、お前さ、そうやって簡単にさ諦めるのか。うん、プライドないし、勝てると思ってないし、また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 フォーク前やし。とりあえず40分達成しました。27分で40個。かっす。え、あ、もうもしかしてトイレ違う。ソース持ってくる。トイレって言って。ちょ、トイレで行くら。え、作戦通り。子供はポンクマンは5時間トイレにいるからな。寝よう。やばい、トイレ行ってくれ。バーベキューソース出ちゃう。ああ、ええ。よっしゃあ、もう勝てるぞお前に。お前らこんなしか進んでねえの。ほら、あげるよ。投げんじゃん、待って、早く。おいけー。はい、次、次、どうぞ。お、合わせもいっちゃう。やってねえよ。さ、さすがに無理。あー、何これ、大きい。え、これ言えないんだけど。はい、完食しました。てて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 
今回はコメント欄何言われてもいいや。俺に非があった、これ無理ない挑みだった。次は東北 VS 俺とリッキーさんの2対1でなんかの早食い対決。何がいい、選んでよ、何がいい。ギガペヤングかな。あーの超超超大盛り、ギガマックスペヤング、ギガマックスペヤング。じゃあそれでいきましょう。次回2対1早食い超シリーズお楽しみに。それでは皆さん、ゲルバン。